岩美町の浦留海岸、ユネスコ世界ジオパークにも登録されている山陰屈指の景勝地です。透明度の高い海はダイバーたちを魅了、シーカヤックなどの体験スポットとしても人気です。こちらでは新しいマリンアクティビティの開発に成功しまして、世界中でここだけの体験だということなんです。その体験を提供している拠点がこちらです。岩美町立の渚交流館です。世界初のアクティビティ、体験させてくれるのは鳥取県自然体験塾、久保内修介さんと長谷川浩二さん。独自に開発した道具というのが、こういう形で腕につけて、で、こういうふうに飛ぶものです、はい、その名もマンタフライヤー。マンタのように海を飛ぶんです。カーボンの板を樹脂に固定し、腕に取り付ける翼のようなフィンの開発に成功しました。まあ、海の中で遊んでる時にちょうど飛び絵がね、水中私もいたんですけど、向こうからゆったりと飛んできて、ですれ違ったんで、非常に綺麗だったんで、これはフリーダイビングもいいけど飛び絵になりたいなと思って。開発に費やしたのはおよそ10年、形や素材など試行錯誤を重ねたといいます。両腕つけると、はい、こんな感じでかっこいいですね。見た目よりは重さがあるなという印象です。ただ水の中に入ればそこまで感じないです。ということで、ウェットスーツに着替えて出発。はい、行ってきます。シーカヤックでおすすめのスポットに移動します。ジオパークを間近に感じることができるのもカヤックならでは。こちらも今回の体験のお楽しみポイントです。そして、はい、到着しました。両手両足にフィンを装着し、いざ海へ。水泳の経験はありますが、水中ではフィンがより大きく感じられ、初めはぎこちない泳ぎに。慣れてくるとコツが分かり、フィンを使いこなせるようになりました。力がいらなくて、そうですね、よく進みます。あ、はい、すごい早いですよね。自分の速さと思わないぐらい早いです。魚やクラゲなど海の生き物と一緒に飛ぶように泳ぐ感覚を味わいました。そして開発者の久保内さんはこんなことも。水中で宙返り。上級者になるとシュノーケリングだけでなく、フィンをつけて深く潜ることも。海洋生物さながらの泳ぎです。人間となかなか空飛べませんけど、水中だったらね、羽ばたくっていう楽しみができるんで、ぜひぜひそういうの楽しんでいただけたらなと思います。これもっともっと広がっていってほしいですね。そうですね、ゆくゆく鳥取から世界に。世界初の体験マンタフライヤー、透明度が自慢の岩見の海に新たな楽しみ方が誕生しました。